ファッションデザイナーの父を持つ男が語る、その職業の本質。俺には、小ムサ面を立ち上げた、ファッションデザイナーの親父がいる。だから当然、物心ついた頃から、その職業の様々な側面を嫌というほど見てきた。ファッションデザイナーという職業。ファッションデザイナーといえば、日本人では、三宅一生や、賢造などが思い浮かぶ。デザイナーをはじめ、 自分の思い描いたものが形になりそれを世の中の人が実際に身にまとっていくという生み出す喜びはこのファッション業界の仕事の魅力的な部分デザインの専門学校で学びアパレルのメーカーでキャリアを積む昔だったら憧れのデザイナーに弟子入りするという形もあったが希望者が増えている今これはなかなか難しいその後人によってフリーランスになったりという流れが一般的なファッションデザイナー 組織に属したままの場合はアパレルメーカーで専属で働いたり OEM という形で作品を呼び出していく親父がファッションデザイナーとして活躍していたのは主に男性の洋服または時計のデザインなどだファイブフォックスやメンズバツなどを経て俺がニークラショーに通っていた12歳の時に独立し神宮前にオフィスを構えるしかし残念なことに数ヶ月で倒産再び前の職場に戻り その後はフリーとして活躍親父が語ったファッションデザイナーのデメリット華やかさの裏にあるのはその泥臭さゴキブリやネズミがはう倉庫の床で眠り何度も夜を明かしたという話をよく聞いていた特に売れっ子だった親父は連日の展示会続きで原宿のオフィスから家に帰る暇もなくまた彼がデザイナーをきついと漏らしていたのは洋服の繊維が飛び交っているファッション業界の職場 目に見えない不純物を毎日吸い込んでいる様子はまるで日本の配管や建物の問題になったアスベストの状況に近い。何しろ広告業界と同じで景気不景気の影響を受けやすい。また流行も読んで字のごとく流れゆくもの。職業として考えるなら安定という面ではなかなか難しい現実。事実、親父の口癖はファッションデザインにはなるなだった。 芸術とは違い自己満足ではダメでやはり職業である以上売れるものを生み出す必要があるデザインのセンスは当然として他にマーケティング能力やコミュニケーション能力が必要そして拘束時間が長かったり休みがなかなか取れないのも厳しい美容師と同じで華やかなイメージが先行し憧れる人も多いが忙しい割に給料が低いというマイナス面も ちなみに、親父の評価が高かったラルフ・ローレンは、今でも俺が愛用するブランド。移住者このフィリピンで買っても、日本と値段は変わらないが。絵を描くことは好きでも、親父の望み通りデザイナーにはならず、マニラに移住した日本人のお礼。同じく、マニラに住む日本人移住仲間のサヨは、素質論で青年月日を見ると相性の合う人。お互い猫好きで、シイタゲ嫌いなのも共通。